初の2号速球がついにえげつない球速を記録。早すぎ。勝野の球速、2日の巨人戦で登板した勝野が、自己最速となる158キロを記録した。これは高橋宏斗に並ぶ球団日本人最速タイ記録である。昨年の秋季練習の際に、今季の目標として掲げていた球速であり、開幕にカード目にして早くも目標到達となった。ストレートエグすぎ。本当にいいリリーフよな。過小評価されてるよな勝野って。一番安定して見れるリリーフやで。抑えも全然いける。今年中にヒロトも抜くんじゃね。目指せ最優秀中継ぎ。41番をついて大正解。買いまたぎとかさせんなよ立浪。勝野頼りにしてるよ。160キロも出せるぞ。ドラドラ情報局をご覧いただき、ありがとうございます。この記事を見て思ったことはコメント欄へ。高評価もぜひ、よろしくお願いします。